さて、この後は、里の方まで下って、竜頭線までは下らずに、一番山の上の道路かな、山の上の道を通りつつ、南下するルートですが、今日は途中までにします。
ただ走れば気持ちよさそうなんですが、あ、でも気持ちよさそうですか。今回は反時計回りは時計回りの新しい道と合流ですね。この道は15年くらい前です。
ここで新しい道が分かれて、クルーズはものすごい古い道だと思いますけど、最初から続いていた道だと思います。で、本日ここまで。